リノチョイスチラシブロックをご紹介します。空き室になった部屋のポスト、チラシであふれていたり、チラシを防ぐためにテープなどを貼っていて美観が損なわれていませんか？そこでリノチョイスのチラシブロックがおすすめです。ポストの外観そのままにチラシをブロック、エントランスの美観が維持されます。それでは取り付けの状況を見てみましょう。プレートを貼りますので、郵便ポスト本体の天井をベンジンまたはエタノールできれいに拭きます。プレートを郵便ポスト上部の中央で投入口側の縁に当てて貼り付けます。その際、折り部分は後ろ側になるように注意します。チラシブロックをプレートの折り部分に押し当てるように付けます。そして先端をスライドさせて前方に引き出します。扉を閉めて位置を決めます。確認ができたらつまみを回ししっかりと閉めます。扉を閉めてフラップが固定されているか確認をします。これで完了です。ポストにはさまざまなタイプがありますが、チラシブロックはポストの形状に合わせて各タイプを揃えています。美観が損なわれていたポストもチラシブロックを使用することですっきりして見た目も綺麗です。チラシなどを入れようとしても入りません。しかも新しい入居者が決まった時の取り外しも簡単です。このチラシブロックのポイントを確認しましょう。ポストの外観はそのままに、チラシの投函がなくなって取り付けも簡単、エントランスの美観維持や防犯にも役立ちます。フラップのないポストや専用玄関ドア用など、さまざまなポストの形態にも適合する特殊型も用意されています。強度の強い金属製ですので壊れにくく、入居などによりブロックが不要となった時も取り外しが簡単です。お住まいのエントランスをきれいにすっきりと、チラシブロックをご活用ください。